私初めてクラブに行きました。そうですか。どうでした、印象としては。いやもう入った瞬間にすごいテンション上がっちゃって、多分クラブのシーンすごい朝早かったんですよ。だけどもう愛ちゃんとずっと踊ってました。嬉しすぎて。前泉さん、前回の舞台挨拶だと、はい、替え歌というかご自身で作曲をされた歌をずっと歌ってた。今回は踊ってたんですね。はい、踊ってました。そうですか。はい、それは吉川さん、今踊ってた話が出てきましたけど、2人でオリジナルのダンスを。そうですね、はい、踊ってました。すごい言ってくれるなみたいな顔してますけどね。クラブですからね。はい、踊るしかないんで。そうですか。音楽鳴ってたら踊っちゃうんで。そうですよね、踊りましょうっていう。そうですよね。でもエリカとしては結構、まあ、そこはそこまでこうウェイみたいになるタイプじゃないですもんね、今泉さんね。そうですね、うん、ついついちょっとテンション上がってしまいました。そんな感じでございます。楽しかったんですね。はい。みんな初めて。そうです。あれ、みのりちゃんはある？全然、本当によくないよ。なんだ。じゃあ私は行ったことなかったので、ナイロンさんの15周年パーティーみたいなの見学させてほしいって言って見に行かせていただいて、あ、プライベートではちょっと難しいなと思ったんですけど、なんか酔っ払ってる人とかを観察しに行きました。芸のためですからね。なんか本当にみんななんか落とし入れようとしてる。なんか走るシーンが結構何シーンかあるんですけど、それ全部1日で撮ったので、で、その時がちょうど走るのをやめてる時期で、ちょっと体力がちょっとなんていうの、減っていく、何押していく、落ちている状況だったので、本当に私は最後の方に死ぬんじゃないかなっていう思いながらちょっと頑張って走ってました。私は一番すごく気をつけていたのが、居場所を作らないようにするっていう、帰る場所を作らない。なんか3人でいるの楽しいけど、私この劇中で一番好きなセリフがあって、どこに帰りたいんだろうねっていう言葉があるんですけど、なんかそれがすごく印象的だったので、なんか私はそれをずっと、ここにいても落ち着かないし、会社でもなんとなく居場所がないし、ケイスケのこと好きなのに彼女いるしみたいな、なんかそこはすごく大事にしてました。そうですね、私自身学生時代に渋谷の路上だったりライブハウスでこう一人でなんか歌ったりとかしていたので、あの時お客さんそういえば全然いなかったなとか、なんかそういうことをすごい思い出したりとかして、なんかスッと入ってくる部分もあったりとかして楽しかったです。